いやいやいや。はい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 。どうも皆さんこんばんは。藤岡ちゃんです。いや、昼は動画撮ろうと思ったんですけど、やっぱ夜の方がいいですね。日が照ると暑いね。うん、いや、ちょっと昼からやってますけど、夜もいただきます。朝日スーパードライでお送りしております。よだれが。暑いね、昼間昼間から飲んでんのに夜も欲しがるというね、これね、悪い飲み物ですよ本当。いただきます。たまらん。はい、ということでですね、藤岡ちゃん手を出しましたよ、とうとう。今大人気のパキプス、これでもね、ヤフオクで買いました。ちゃんと見て買った方がいいですよ皆さん。ヤフオク枯れたものも平気で出てますからね、あれ。ちゃんと見る目を肥やしてほしい。藤岡はね、これ見た感じでわかるんですよ、生きてるの。これは生きてますよね。あの、その出品者さんもね、結構丁寧に出してくれてたんですよ、画像を。あ、これいらないな。丁寧にね、画像を出してくれてたんですよ、出品者さん。ちゃんと幹を湿らしてね。湿らして写真を、画像を撮ってくれてるというね。切り口は、切った後、トップジンを塗ってましたね。塗ってますね、これね。これね、これ普通の感じじゃね、わかんないじゃないですか、これ生きてるかどうか。もう死んでるかもしれないみたいな。もう見たらわかんないですよね、こんだけじゃ。これをね、ちょっと湿らすとね、あーでも分かりにくいかな動画じゃ。ちょっとね、緑なんすよね、生きてるやつって。緑なんすよ、幹肌がね、緑なんすよ、生きてるやつって。それがあったら俺的にはいけるなと思って、ちょっとね、GO を出しました。でね、ちゃんと枝も切って、あれ、枝も切って、あの、切り口が新鮮だったんですよね。なんで僕は買うことにしました。いやー、まあ緊張しますね。俺冬からネグレクター発根管理したじゃない。今こうですけどね、こうですよ、もうね、冬から管理でもうこんな元気です。もう今はもうジャングルですよ、これね。藤岡の動画見てくれてる人はわかると思いますけどね、俺がどんな感じでやってるか。これ藤岡ちゃんのネグレクター、やばいね、バシバシっすね。と、まあそんな感じでパキプスもいけるんじゃないだろうかと。今しかも気温的にも湿度的にもいい感じですからね。なんで今回やっていこうと思います。みんなが怖がってるパキプス、怖がってるじゃないけど、いきますよ。藤岡ね、薬使いません。もうね、株が新鮮だったら薬なんていらないっすよ、ほとんどね。もうちょっと近づいた方がいい。さあ、追っ始めていきましょうね。用意するのはね、もうね、スリット鉢ですね。スリット鉢がいいね、やっぱ発根管理は。あのネグレクターを発根させた時もスリット鉢でしたね。ね、で、まあ土は後から出しますね。薬は使わないよ、藤岡ちゃん。こんな切り方してんだよね。こんなね、パワータンクの付け根で切りゃいいのにね、本当は。
こんなね、こういうとこ、こんな真ん中で切らないで、こんな切り方したらちょっと危ないですよね。まあ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 、よしとしましょう。じゃあ切ってみましょうね。ちょっとその横から、あ、この切れる感じ、これ生きてますね。バシバシだ。うん。これ画像上がってたのはこんな感じですね。この黒い斑点がちょっと気になるんで、もうちょっと奥まで行ってみましょうかね。ああ、やばいね。もう強く行こうか。強くね。あれ？あれ？って感じですね。うん。ここまで切っといた方が良かったね。ああいうのだったら。ということで、もう、もう手根から行きます。手根をね。手根を切るときに、僕はね、いや、でもやんない方がいいかな。グラキリスとか、胴切りするときに、水切りしたんですよね、僕。水切りってわかりますかね？水の中で植物を切る。ま、文字通りなんですけど、花とかでそうやってやるとね、水を吸いやすくなるんですよ。外で切ると、切り口に先に空気が入っちゃって、水吸わなくなるっていうね。で、切り花とかで水切りやると水を吸いやすくなるんで、持ちが良くなるんですよ、皆さん。まあ、これは常識ですね。知らない人もいるかもしれないけど、まあ、ちょっとバケツちっちゃいな、おい。ということでね、この水の中でね、切っていこうと思います。水が吸えるならもうさっさと吸ってもらいたいんでね。この中で水を吸える状態にね、体質にね、したいんでね。ここで、ちょっと切っちゃいますね。うわー。それ。あ、この切れ方はね、いいね。切り口、まあ、よろしいんじゃないでしょうか。新鮮です。僕はね、これでね。コルトジアナはね、一日薬につけたんですけど、まだこんな感じなんですよね。ネグレクタ薬つけてなかったけど、あんなんなんで、まあ、薬はそんな関係ないかなって感じで、ちょっとやっていこうと思いますね。じゃあもうこれで、もうこれ置いといて、ちょっとね、置いといて。よし。じゃあこれだ。スリット鉢ね。もうなかったら、もう普通の鉢でもいいですけど、通気性のいいやつがいいですね。根っこ出すときってやっぱ酸素いりますからね。うん、いりますよ。いりますよ。酸素と水ですよね、やっぱり。もうボラだけでいいと思うんですよね。ネグレクタ、僕のネグレクタもボラだけでやったんで、ボラがね、いいような気がする。排水性が抜群だから。もうボラにぶっ刺しときゃいいんじゃないのかっていう気もするんだけど、ちょっと藤岡的に藤綱も使いたいんだよね。でも俺が持ってる藤綱がね、ちょっとね、あれなんですよね。粒が細かいんっていうか、適当なんですよね、これ。混合だから。なんで、ちょっとふるって藤綱も使いますね。ちょっと大粒のふるって。ちょっと用意しますね。よし、ちょっとね、藤綱をふるっていきますね。混合のやつはね、ふる、もうこんだけになっちゃう。普段の藤岡ならお構いなしで使ってるんですけど、もうちょっと、細かくてもよかったかな。やっぱ藤綱がね、鉄分があるからね、いいんですよね。うん。いい感じに荒っぽくなりましたね。これぐらいがね、通気性良くてね、いいんですよ。うん、いいね。いい感じ。重みがいいね、やっぱり。いいですね。パキプス。これでいくらしたと思います？皆さん。4万5千円よ、4万5千円。パキプス高いね。うん、でも大きい段ボールに入ってね、もうビチビチの梱包でしたよ。
こんな感じかな。よし、やってみよう。さあ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 、もうちょっと入れようかね。あ、横はこれ使ってもいいかな。横は下が通気性良かったらね、もう横はねいいかな。いつも通りの藤綱でね。本当はワイヤーとかで固定したらいいんですけど、藤岡はもう、ああ固定しようかな、怖いなちょっとな。もうぐらつくのが一番ダメですよね、この発根管理で言ったら。ね、隙間に入ってもらってね、軽くね、ぐらつき防止のためにね。まあ、ちょっとぐらついたけど、まあ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 、これぐらいならいいんじゃないでしょうか。あら、あら、パキプス俺初めて買ってみたけど、まあ未生は持ってるんですけど、やっぱ全然違いますね未生と。あ、いいですねこれパキプス、オペルクリカリアパキプスね。あ、いいねこの幹の感じ、かわいいな。いいな。ちょっとこれは俺藤岡お気に入りになりますね。またよーし、ちょっとね藤岡はね剪定します。もうねもう細い枝とか僕もう新しく出したい派なんで全部切っちゃいますね。あれ死んでるぞこの枝、見えにくいかな、これ死んでますな、枝が死んでるな。あれなんか怪しくなってきたぞこの子。これ死んでるね枝が。あれ俺画像で見た時バリバリ健康的な枝だったんだけどな。ああ死んでるな。ちょっとくらつくけんまた後でこれちょっと切っちゃいますね。ここね、あんま長すぎるのも不細工なんで。おいい感じでした。よかった、切り口いい感じですね皆さん。これよ、待ってたのこれよ。あとね、もう藤岡的な好きな形にリセットしちゃいますよ君は。あ、いいね、新しい枝を出してくれと。まあ枝残す人もいるだろうけど僕は残さないよと。半分腐ってるけど、半分、いや5分の1腐ってるけど、まあこのぐらいなら大丈夫でしょう。ちょっとね、もうこの、もう枝はいらないですね。もう、不安なんで、もう切っちゃいます、全部。はい。やっぱり、枝がなくなると変な植物になっちゃいましたね、これ。あれ？まあ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 。まあ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 。その、ダメな枝からね、鎖が進行してもらっても困るんでね。こっから新しい葉っぱが出て枝ができて藤岡のパキプスが出来上がるというわけで、そういうことにしましょう。もうちょっと切っとこうかな。ああいい切り口最高。もうこれでね藤岡はあとはもう水シャバシャバあげまくりますね。切り口にね普通はなんか塗った方がいいんですよね。あ、今日はメネデールでしたね。ちょっと発根祈願ということでね、メネデールということで。
いや根っこは大事ですよね。まあ、とりあえずこれトップジン塗っとこうかな。ちょっと不安だからトップジン塗っとこう。ちょっとパキプストップジン似合わないんだよね。似合わないんだよね。まあ軽くでいいですね。これ以外でね。いいですね。これで OK、OK。ちょっと大きめの切り口にもね。ちょっとちょうだいということでね。塗っときますよ。あれ、俺、薬使わないって言ったか。薬使わないって言っておきながら、トップジン平気で使ってますね。これさっきのとこカットだな。オッケーオッケー。これで完璧よ。よろしいんじゃないでしょうか。いやもうほんとね、見る目を養ってください皆さん。もうね、売る人ね、多分分かってないからね、もうこっちで判断してあげなきゃダメですわ。分かってる人もいると思うんですけどね、売る側にも。でもやっぱりね、分かってない人も多いということでね、皆さん見る目を養ってやってください。もうヤフオク見てると明らかに枯れてる株ばっかりなんですよね。もう最近出してる人はちょっとプロっぽかったね、出し方が。じゃあちょっと水をかけていきますね。もうトップジンの上からかけちゃってますけど、もう僕は気にしません。ああいいね、このぐらいの水はけで通気性抜群にしといて、水やったらもうすぐに落ちるというね。いいですね、いいですね。これあ、トップジンの匂いだ。メネデール書いておきながら使ってないというね。まあ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 、これでもう俺藤岡はね、もう毎日水やるかな、今から。これから触らずにね、固定を固定して毎日水ジャブジャブやって、上からかけてかけて、中の水と空気をリセットリセットリセットよ。で、乾いちゃダメだから、もうこうやってリセットした後につけとくと、つけとくと、スリットの切れ目が出るぐらいの位置にね、水をねしといてつけとくと。これで僕の発根管理スタートですよ、パキプス。初めての、パキプスですが、どうなるとなるとドキドキです。まあもうメネデールとか書いちゃってるしね、藤岡ちゃん、いけると思います。目も根も出ます。切り口新鮮だったっすもんね。幹も新鮮だし、青々してる。昼間の方が見えやすかったかな。青々してんすよ、分かりにくいかな。もうね、人間も植物も根っこが健康ならば言葉も葉っぱも綺麗なんですよって誰かが言ってましたみたいな感じです。今日はそのぐらいかな。あとは発根待つばかり。メネデールも入れとこうかね、これね、ちょろっと。まあいっか、いいや、入れなくていいや、大丈夫大丈夫、新鮮だし。ということで、藤岡、パキプスの発根管理チャレンジです。スタートです。ということです。もうですです言ってますけど、頑張っていきます。また、ちょっとね、動きがあったら、
動画作るんで見てやってください。あ、そうだ、この前未消のパキプス、そうだそうだ、もう一個だけ言うね。未消のパキプスのね、根差しもう芽が出て元気です。いい感じです。根差しも可愛いね、いいですね。二つやってたじゃないですか。片方がね、土、こっちが藤岡培養土で、もう一つがあの花と野菜、ちょっと堆肥の多い土使ったんですよ。堆肥の多い土だとやっぱり腐っちゃいましたね。やっぱ藤岡培養土が最強でした。発根管理も、育成も抜群です。このまま使えますね。うん、ってお話でしたね。では今日はこのぐらいにしときましょうかね。うん、ご視聴ありがとうございました。また。